今ですね、走って帰ってきましたけれども、はい。ですね、ふかふかな裏道と、あとアイスバーン、ブラックアイスバーン、アイスバーンの上に雪が積もった状態とですね、一通り体験してきましたけれども、やっぱ基本的にその、エアーツが重要ですね。ふかふかなところはエア硬くする、まあ、着て圧とか着て圧以上にすると、まあ走んないっていうか、生きた心地しないんですけど、で、そこで抜いちゃうと、今度アイスバーンのところに行った時に、ピンが出てこないんですね。食いつかない、全然。だからなんかこう、ホイールが歪んでるかのように、うにょうにょした感覚になります。で、そこでまた空気を入れ直したところ、走りやすくなったんですけども、バイク、車もそうですけどもね、空気入れたり抜いたりでちょっと難しいので、どっちに合わせていくのかっていうのが、割と大事ですね。非常に難しい。ただ国道をメインで走る場合ではやっぱエアーツを上げるっていうのが、非常にびっくりした、いい結果でした。そうですね、もう安定感も全然違うし、はい、うん、違いますね、はい、あと日が暮れるのが早い。もう5時には真っ暗です。びっくりだ。あとピンですね。僕らのはオフタイヤに、ピン打ったもんなんですけども、ピンの種類っていろいろあるみたいなんですよ。チップピン、カップピン、マカロニピン、いろいろあるんですよ。あと、突き出し量の問題っていうのもありますけれども、これは、やっぱり僕らの履いてるワインカップピンというものらしいんですけども、若干小さくて突き出し量が少ないようです。あと、気持ち1、2ミリ、1ミリぐらい、2ミリ出してた方が、まあ、良かったかなというような、ちょっと走ったなり、素人なりの感想ですね。北海道行きたいなと思っている方たくさんいらっしゃると思うんで、僕たちのこの体験談をですね、役立ててください。で、決してですね、安易な気持ちで、安易な装備で行けるだろうって感じで行っちゃうと、これはまずいっすね。はい。これはまずいですね。一応まあこう見えて我々だいぶ準備してはいますけども、それでもやっぱ今日調整日があってよかったなと思ってます。本当ね、はい、いきなりじゃなくてよかったと思います。いきなりじゃなくてよかったですね。はい。で、寒さに関してなんですけども、僕このゴールドウィンのユーロを着てます。まあ完璧ですね。全然寒くないです。はい。内藤さんはそれ何ですか？僕私はね、タイチさんの。はい。ウェアですね。何枚重ねいいですか？上6枚、下5枚。はい。下5枚ってすごいですね。寒さはどうにかなります。はい。やっぱ、マシンの操作ですね。そっちの方が、いっぱい着すぎて体が動かなくてもダメだし、はい、動けるいいウェアを。の方が。で、あと今日空に出会ったんですよ。要は、何も積まない状態練習だったんで、これでもヒーヒー言ったんで、明日ですね、荷物満載した状態で、果たしてちゃんと走れるかどうか。除雪がしっかりしてて、固まってて、凍りついてるぐらいだったらきちんと走れるんですけども、深雪が続いた場合、20、30キロ、40キロ続いてしまった場合はですね、もうそれだけで4、5時間かかっちゃう。地獄ですね。じゃないかな。まあ、とりあえず今日はこけませんでしたけども、明日もですね、引き続きこけないように。行こうと思います。頑張ります。頑張ります。で、今日はこのまま、上富良野に泊まって、で、明日は旭川にですね、の駐車場にですね、車を止めて、そこから、バイクを下ろし、羽幌の方に向かいます。車に2台積んでちゃうのか、1台下ろして1台ずつ走っていくのか、1人ずつ走っていくのかっていうですね、ちょっとこれから競技なんですけども、明日から本番と、ということで、気合入れて頑張っていきたいと思います。ちなみに明日から、北海道、日本海側は非常にこう大荒れらしいです。ちなみに、こっちも寒いです。マイナス7度ですね。今ちなみに私、素手でカメラを持ってるんですけど、今素手で持ってるだけで、持ってる手がですね、もう、感覚がないです。はい。約4分半で感覚が消えましたね。そのぐらい寒い。はい。北海道の方大変ですね。いつもこんなに寒いんですか。すごいわ。はい。というわけで、今日も頑張りましたので、また明日も頑張ろうかな、と思います。はい。あ、電熱効いてますね。はい。
で、まあ、バイク運転中は無理なんですけども、ツイッターでちょいちょい現在地などを公表したいですね。あと、ご飯行くとこここだよみたいなこと、あと、道の駅ここ泊まるよみたいなこと、たまに、言います。予定がわからない時も、の方が多いんで、何時に行くっていうお約束はできないんですけども、まあ、もしたまたま、ラッキーで近くにいらっしゃる方、いましたらですね、ぜひですね、僕らと、に、お目にかかれれば、皆さんとお目にかかれればですね、非常にこう、お互い幸いかと思います。はい。というわけで、今日の報告でございました。ライブご覧いただいた方も、ありがとうございます。はい。まずい歌を歌って申し訳ありませんでした。はい。では失礼します。ありがとうございました。